ボートレースファンの皆様こんにちは。この動画ではボートレース徳山公式 YouTube チャンネルで生配信中のレッツボートレース We are スナッチーズの番組紹介、そして5月17日から行われる徳山オールレディースの情報をお届けしたいと思います。今日はちょっと頼りになるゲストもお迎えしておりますので、ぜひ最後までご覧ください。自己紹介が遅くなりました。私は元気いっぱいスナッチ担当しております日野ひなみです。よろしくお願いします。そしてツンデレのツンツンを担当する木崎優さんです。よろしくお願いします。お願いします。そしてそして頼れるゲストご紹介いたしましょう。今やボートレース番組にはこの人は欠かせない。ボートレースの深い部分も丁寧に教えてくれるご意見番、元レーサーの野添隆弘さんです。よろしくお願いします。ご意見番、いやなんか違うなめちゃめちゃなんかねちょっとね、はい、ご意見番という感じではないですが、はい、はい。そして野添さんと同じくこちらも元レーサー、実体験に基づいた予想がチケットショップなどで大好評、女子レースでは2連単全的中の実績もある天真爛漫の天馬担当の飯田芳恵さんです。おはようございます。天馬の飯田です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではまずは番組紹介です。この番組はボートレース徳山のマスコットキャラクタースナッチをモチーフとしたスナッチーズのメンバーに私たち MC 陣が扮し、ゲストをボレ友として迎え一緒に楽しい予想を繰り広げるというコンセプトの番組です。そして年間を通してチーム間でのバトルを繰り広げます。で皆さんもうご登録いただいてるかなと思うんですが、この番組はご覧になっている皆さんも参加が可能なシステムを取っております。スナッチーズのサイトで会員登録をしていただければ節下毎日特定の3レースの予想が可能となっております。そして予想された方を対象にしたランキングも出まして、その上位者には素敵なプレゼントもご用意しております。ちなみに第1回の商品は周南市名産品とスナッチーズ T シャツ、そしてクオカード、うん、もう上位者には送られているということなので、うん、はい、このプレゼントもねご用意しているので、ぜひぜひ皆さん参加してください。そして6月からはこのスナッチーズの各チームのメンバーに皆さんがなっていただきまして、一緒に予想を楽しんでもらいます。チーム戦に6月からはなっていきますので、ぜひぜひ皆さんそのチーム戦も参加してください。でこのチームは一度選択したら変えられないので注意して選んでくださいねって書いてるんですけどそんな厳しいシステムだったんですね。はい、変えられないということなので慎重に選んでください。まあ、今回来てないメンバーの方もねいらっしゃるんで、意気込みが最後に流れますので、そちらご覧いただいてどのチームに入るかっていうのを皆さん決めていただければと思います。はい、では今日の動画の本命なんですがオールレディースの、ね、お話をしていきたいと思います。徳山で行われたのが、前回1月と3月、うん、ビーナスとオールレディースの優勝戦の動画をねまずご覧いただいて、はい、コメントをいただきたいと思います。それではまずは1月の方ですかね。小林さんが初優勝かかっとったよね。そうですそうです、うん、ていうかむしろまだやったんっていう感じだったんですけど、うん、優出はね結構されてるイメージはあったんですけど、で年末に宮治君、師匠が宮治君なんですよ、うん、で優勝して、あそうなんですね、はい、あシリーズかな、そっか、うん、宮治さんのお弟子さん、そうそうでこれ優勝して帰りなんか祝賀会みたいなのあげとったね、あやってもらいました。どうですか、優勝さんが連れてってどんな感じ、いや案外緊張しない、まあ、初優勝はまた特別だと思うけど、これね逆に自分の得点トップの頂点が緊張するよね。そっかそっか、あもう勝てばみたいな、ね、知らずからね、ここもほらいいんだったらやるべきことは2人のみなんで、そうですね、西部記者クラブ杯争奪 G3 徳山オールレディース、なんかでも剣道頂戴を期すベテラン、いいよね、狙う若手、あの1日過ごすのがいいいいですね、そうそう私も何回かしか優勝戦乗ったことないですけど、うん、見どころ満載です、憧れてました、あのゆったり過ごす朝一の時間の流れが違うっていうやつね、もうすることない人だから、まあ、もし上がって逆にしなくちゃいけないけどしてはいけないみたいなのカットがある、ね、うん、触らない、触っていいのか、そうそうそう、舞い込んできた優勝戦ポールポジションの座、そう、ね、不安がね、ね、ならばそれが自滅するときもある、いやそうですよね、あたふたしちゃう、そうそう、ペラ壊しそう、私持ち歩いて、一方こちらは久々の優勝へ10年遠ざかっていた、ここなんかね、インが前から自家通り水面下に、そうですよね、千秋谷コース、まあ、戸田とかに比べるとね、戸田なんか仲間諦めていかないそれぐらいの方がいいかもしれないいや本当剣道頂戴を期すベテラン、その
手堅い走りは魅力です。角一4番の高橋敦美、ね、うん、久々の徳山でもその調整手腕はさすが。琵琶湖も近いところあります。俺からすれば、うん、そして月の味方に、こちらもデビュー初優出は西岡育美6コース3対3の枠なり、1番2番3番4番5番6番優勝戦スタートしました。1コース3コースと少しこの2人が目立ったスタート。1番の大足、さあまず主導権を握っていく。3コースからまくり仕掛け、攻めの姿勢は高橋里奈、打ち受け止める1番の大足。道が開けたのは4番の高橋、5番の中谷、ベテラン勢もそして若手も蹴散らして見せたのは1番の大足瑠璃花です。スタートは前提正常でした。しのいだ大橋先頭、2番手4番の高橋、外につけるは5番の中谷、後ろからは3番高橋、チャンスでは2番手争い、わずかにセンターコース4番高橋優勢か、力を詰める3番の高橋、外には5番中谷の姿、3つの目線で2番手争い、決着画面じゃ全然わかんないですよね。あのさんも一瞬多分決まったっていう感じやったんだけど、そうですよね。内から多分インコもやってきましたが、2番手は4番の高橋敦美、出口で手先が浮き上がりながらも2番手は2番後に3番高橋3番手、5番の中谷4番手、1番4番3番の体勢から2番手から4番手は1番手の感覚です。2周2番の前回、内側潜り込む5番の中谷、外回った4番の高橋敦美が2番手ガード、3番手3番高橋と5番の中谷の争いはまだ決着つかないの最終周回に入っています。普通のインやったらだいぶ落とさないといけないけど、ひるまず攻めの姿勢、この優勝戦でも変わりませんでした。先頭1番の大橋瑠璃花、2番手4番高橋敦美、3番手2番の1走までやってきましたが、やり過ごして3番の高橋が3番手つかみ取ったか、1番4番3番の体勢、ラストターンマークへと向かっていきます。昨年4月の唐津でのデビュー初優出からこれが4度目のファイナル。2016年5月からつてのデビュー以来、嬉しい初ブルが目の前、1番大橋先頭、4番高橋2番手、3番高橋3番手、コバルトブルーの輝きを背に1番大橋初優勝ゴールイン、4番高橋ゴールイン、3番高橋ゴールイン、2番5番の順でゴールイン、ラスト6番西岡ゴールイン。1月の徳山オールレディスということでした。まあでも本当因果、うん、圧勝です、そういうことなんですね。そうですそうです、強い強いのその強いの内訳を全然分かってなかったです。理由がある、はい、理由が大岩も同 同じです、だから因から例えばスタートってして、まあ、こっちばっかり見るでしょ、はい、じーっとこうちょっとこう寄っていくんですね、うん、はいはい、パッと広めたら卵がえっていうぐらい、えっていうぐらい離れてるから、そうめちゃハンドル切らなっていうぐらいね、そう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 、へー、3コースやとドンピシャでハンドル切った因がちょっとパタッとなったらまくり出しが入ったりするよね、でもやっぱまくりはだいぶじゃあ厳しい、厳しい、もう一個できらなちょっと厳しいですよね、うんうん、締めていくにも遠いし外が、そうそう、あというわけでもうねイン圧勝のレースでした、うん、そして3月のこちら優勝戦ですね、ビーナスシリーズ第22戦の優勝戦の動画をご覧いただきましょう。これも最近のやつですね、うん、3月ですね、はい、走る側としては好きな水面、はいと言えるレース場でした。僕はあんま好きじゃなかった。私もあんまり好きじゃない。てか13年僕間空いてたんで、ここ。あ、そうなんですか、はい、デビューして若い頃走ってガバーッと空いて40ぐらいになってから、割とね近畿やったら近いじゃないですか。そうなんですよ、なかなかなぜか入らなかったんですね。朝ですけどモーニングとか、はい、あモーニング全然僕問題ないよ。あ大丈夫なんですか、はい、モーニングは全然大丈夫。でも先週によって全然走ってないレース場ってあるんですよね。ありますよ、平和島さんが一番少ないですけど60走ぐらいしかしない。少ない、うん、60… 私の方が多いかもしれない。60走ってことは本当何4、5節よねぐらい、うん、そんなあるんですね。成績悪いわけじゃないんけどね、うん、3優勝ぐらいはしてるからだいぶいい。ほとんどじゃないですか。じゃあ徳山の何がじゃ あ、まあ何回かしか ね、 あのねやっぱりね最後バタバタって走ってたんですけど回転が上がらない。まず海水面と含めてあのそういう特徴のレースよ昔から、もう徳山浜名湖とか、まあ、瀬戸内前県日の小島とか、うん、丸上もそうですけど回らない、うん、それもここと浜名湖さんは2強ぐらいのイメージありますね。なんか勝手に徳山、まあ、モーニングだと、うん、朝ってめっちゃ寒いじゃないですか、うんうん、なんか1レースと12レースとか全然違う、違います、うん、そのナイターのお昼と夜それどころじゃない、じゃないやっぱり、うん、夏場とかすごいじゃないですか。そうそうやっぱり全然違います。そうですよね。松井ちゃんは出てました
よ。これは身が、ここの足が強烈でした。前向いていくときの足がすごいね、これ。もうなんか2ももうなんかシャーなしまくりにいった感じ。走っても届く足ないし。そうね。6回までこれ来てたら出すよね。いやもうほんまに7日節でもいいなって思えるぐらい多分こんだけいいの引けたら。あそこの足は来ないんですよ、回転が上がらない。あ、うん、じゃあ本当に珍しいというか、本当にもう家にジェペラがマッチングして、2コースが特に難しいっておっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、それはこの場合もまくりに行ったじゃないですか、結局2コースで差し入れても勝てないでしょ。で幅の問題もあります、あります、うん、もうインが懐取って回れるから、はい、で足も知ってるから予選通して差したところでっていう。結果にインコースはでもインコース失敗マシなんで今は、まあ、そんなイメージありますね、うんうん、それが特にこの徳山ではってことでして、うまくっても届かなくて、うん、刺しても正気ないやるのもるんですけど、そこはほらそのメンバーのスタートで、ね、そうですね、その説のスタート、トップスタート切れたら、そうそうそう、じゃあこの場合中谷さん2号艇だった時にトップスタートでも、トップスタート切ったところで1もいいスタート言ってたらやっぱ無理やん、無理やん、はい、キイちゃん特にこういう伸びも悪くなかったんですよ、なんかフリットからの足にこうなんていうか余裕がある感じがあったし、半分ぐらい出たところじゃ多分勝負にならないと思う、はい、先頭は1番のキー優勝ゴールぶっちぎり、ぶっちぎりこれは4番、はい、大橋五輪、6番土屋五輪、5番運の五輪、3番清野五輪、はい、というわけで、うん、優勝戦2つ見ていただきましたが、はい、やっぱりインが強いという、強いよね、強いですよ、さらにねこの風も吹いてない状態だと何の、うん、やっぱり他が仕掛けづらい、そうですね、っていう状態ですよね、うんうん、結果こうスタートよね、もうスタートも難しい練習なんで、うん、スタート先手取って相手にプレッシャー与えて内側が失敗しないと、はい、なかなか外から勝てない、あ、だから逆に言うとよ、はい、もう外側がレンに絡んだり1投取るととんでもないヘッドが出る霊障ということでね、そうです、うん、すごい跳ね上がる、そういうことか。今回は5月、うん、オールレディースなんですが、うん、出場選手が今お手元に、はいはい、あると思いますが、どうでしょう、注目の選手などいらっしゃれば。いや、まあ、地元で言うと清水愛美ちゃんかな、はい、僕は個人的に言うと、まあ、そうですよね、もう、まあ、最初の、うん、見たんが住之江の女子リーグだったんですけど、はい、まあいいハンドル切るなと、うん、あ、もうそれ一目で分かる、分かります、もう切るタイミングとかがなんかすごい良くて、はい、量と、で、まあ、その説も、まあ、切る、何とですか、切るタイミングと量、量、ハンドル切る量、これ量って言うんですか、そう、もう幅バチンと切るのがその、はい、あとこれぐらいでね、はい、一流とあの普通じゃないの差なんですよ、もうこの差がでかいな、5分ぐらいです、なしなし、はい、私は、いやいや、そうです、私はこっち側の人間やったけど藤井の人はこっち側かこの辺ぐらいまで、これぐらいの差なんですよ、はい、これが一感じって言われる、うん、切れるか切れないか拳5分ぐらいの差です、それは何ですか、あの切ることによって負荷がかかるでしょ、はい、負荷に耐える上体姿勢、バランス、うん、踏ん張り、全てが体感、切れたとしても自分がそれがグラグラとボートが動いた瞬間に無駄になるんです、そうですよね、そういうことか、うん、それを見た瞬間、うわこの子すごいなと思った上後にクイーンズで、はい、まあまあ1枠以上に乗って、まあ、失敗したんですけど、あ、やっぱこの子はこのまま順調にいけば伸びるなと思いましたね、でそれ今村さんとこれも話したんですけど、はい、今村さんが直談判でちょっと、はい、師匠が原田敦君らしいんですよね、はいはいはい、であっちゃんを飛び越して今村さんが直で言ったんですよね、うちに固執するなと外から行けと、小さいレーサーになるなって言うたら、まあ、分かりましたって言ったらすごいですね、まあ、そう、あの今村さんに直接ね、そうね、すごいですね、うん、で今村さんも見た瞬間にあちょっと物が違うなと思ったって言ってたんで、やっぱ違うんですね、うん、っていうのはありますね、はい、まず一人言うと、あとはもう僕は大阪なんで、まあ、落合さんとか、はい、うん、そうですね、大阪メンバーはやっぱ気になりますけど、はい、そうですね、落合さんとかどうなんでしょう、この海水面で徳山でって、まあでもペラーもしっかり叩けるし、まあ、引いたエンジンにもよりますけど、でも新エンジンまだ間がないっていうことなんで、そうなんですよね、4月からの、うん、まあ、相場もわからないんで、はい、まずはペラなるんでね、うん、だその辺はしっかりしてると思いますよ、うん、マチヤさん感性鋭いんで、うん、あ、感性、うん、あ、どう、飯田さんは、私もそうですね、まあまあ、アミちゃんはまあもちろんのこと、はい、もう野添さんが言ってくださったんであれですけど、うん、
そうだな、まあ、ママ目線で言うと、ママ目線でください。復帰してこの間、はい、あなた復帰せんって思った小野ちゃん本当に知ってるし、すごかったですよね。さかちゃんも復帰してから、うん、リズムいいですし、うんうん、ここの2人は、はい、おなんか復帰なんかあママになっても強さは変わらないのかってい う, こう精神的な強さも見ましたね。うそういうのってやっぱ女性じゃなくて分からないよね、その精神。そうですね、精神的な強さだと思います。うん、あとここ特に、はい、あのそうね、さっきもそうなんですけど、あの2マークがすごい振ってあるんで、走り方がねちょっと特殊、はい、特殊というか、まあ、あの難しいんですよ ね, ね慣れないと。なんでやっぱそういう面でやっぱ地元がどうしても絶対強いですよね。走り慣れてる人が強いし、そうね、そうですね、まあ、佐々木ひろみさんだったり、そうです、ね、まあ、若手のすごい先輩もいるし、そう若手もね山口すごい増えてきて、一番よく走った選手だったら飯田さん、どの方ですか？私はもうでもやっぱ絶対的に香川さんですね。あ、うん、もうあの同志部の先輩ですし、うん、もう香川さんには本当にもうお世話になりっぱなしやって、うん、はい、どんな方ですか？もうね、息子さんもね。あ、そうですね、俺からしたら姉御肌っぽいイメージ。姉御肌です、うん、そうです、イメージ。面倒見がよくて、うん、で人の悪口言わへんくて、うん、でもこうなんていうかな、人にもそんなに求めへん、いいんじゃないのみたいな感じ、俺のイメージ。あ、そうです、何でもいいんじゃないみたいな、好きにしたらみたいな感じやけど、うん、すごいあの人のこと思ってくれます、うん、あ、大丈夫って心配してくれたりとか、気にかけてくれたりとか、はい、まあプライベートでもそうですけど、はい、まあ、人として無敵じゃないですか。人としても無敵。私あんまりこう、はい、憧れの選手とかってこう、うん、あんまなかったんですけど、あ、はい、あ、香川さんみたいな人になりたいなと思いました。あ、もう選手としても人としても、人としても。わ、すごい、聞いてるか。聞いてました。いいこと言ってますよ。URL 送ります。若手はあれやけど、うん、山登りとペラ叩きが趣味の今井美和ちゃんがいるでしょ。アクティブ、アクティブガール、もう男みたい、うん、ずっとハンマー振り回してます。そうそう、今井選手、徳山 の, あの勝ってましたよね、あの何でしたっけ。あ、勝ったね。そうですよね、うん、勝った勝った、うん、勝ちました。あの、あ、出てこい。ちょ、出てこい。出てけへんけど、出てます、ここに多分。そう、ここに出てるはず。うん、ね、だから結構思い出の水面って感じな気がしますよね。まあ、そうですね。そういうこうなんか自分がタイトル取ったりとかでした水面って、やっぱいいイメージのままいけるもんですか。あ、いけますね、やっぱ、うん、悪いイメージがあってもそれでやっぱ払拭されるっていうか、うん、その1回で。あ、じゃあ今何よりも、ね、勝つのが良薬なんで、選手は勝つ、それが一番の薬なんで。あ、うん、リズムがいい練習っていうのはもう行くとこ行くとこハマるよね、調整が、うん、前もそうだったからこっちやろって、また良かった、またこっちやろ、また良かったとかね、そういうの引き寄せられるような、そう、なんかここの場はいいエンジン引くとかもありますもんね。あ、じゃあなんかこの徳山成績っていうのを見てみてもいいと思います。徳山だけのね、結構癖のある練習なんで。そうですよね、癖しかないの、うん、なんか癖しかない徳山、私はそういうレース上こそこう地元が強いかなって思うけど、別に地元だからといって得意っていうね、それはないと思うけど、ね、ですよね、うん、走り慣れてはいるけど、うん、意外とだから徳山成績っていうのをどっかで、ね、大事じゃないですかね、調べてみるのも、ね、うん、いいかもしれない、一、うん、個の参考にはなると思います、うんうんうん、では予想する観点から、女子戦を予想する上での見方っていうのを飯田さんにお伺いしたいんですが、その女子戦の、うん、琵琶湖の女子戦の2連単全的中というね、実績がすごいですよね。2日行ったんですよ。しかもだって結構荒れたりも、名的には全部1ばっかりなわけじゃないし、あ、でもなかったです、ね、2日行ったんですよ、はい、24レース分の232連単だった、すごいですよね、自分で言うのもないけど、いや、すごすぎる。お父さんに自慢した方がええよ。私今こんだけ当ててるよ。次どれくんねとか言われるようになる。あ、そうか。あれはだからどういう見方をすればそんな、いやでも本当にあの時はなんかこう、それこそ今のリズムの話じゃないですけど、うん、私 の, その予想するリズムが良かったんです、きっと、うん、女子選手って結構特徴もしっかり分かれてるし、うん、もっと言うとこう、まあ、成績によってこう、なんですか、実力差っていうのがもうあからさまに分かれてる、うん、あ、はっきりおっしゃっていただいて、はい、ありがとうございます。女子選手ってほぼ365日の半分ぐらいずっと顔を合わせてるメンバーで行ってるから、その人の癖、あ、戦術がこう、うん、戦術、うんうん、あ、この人いつも来ないのになんか今節すごい内から周りに行くなとかも見てたらある程度こう
分かるので。なるほど。その説のもちろんエンジン、ペラの合い具合とかもいろいろ見てですけど、私はだから 1% かよりは女性の方が買いやすいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、実力差ほどはっきりしてるよね、うんうん、すごくはっきりしてます。エンジンのポテンシャルが活かされやすい、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、いい人がいいの引いたらいい、とことんいい、とことんいい、そう、うん、穴狙うならじゃあどういう風な買い方で、逆で穴狙うなら、はい、若手とかそんなにその数字を持ってない選手がめっちゃいいエンジン引いたとか、あもうそこのマッチング、これです、これです。まあ言ったら失敗を補ってくれるエンジンパワー、うん、そうそう、なるほど。で、うん、ターンワークめっちゃ外してるのにめっちゃ返ってくるエンジンとか、あそこを注目してみたらいい、うん、あ例えば本当に全然走ったことの初めて、うん、もし徳山走る人がいたら、うん、でいいエンジン引いたら、なんだろう、持て余すじゃないけど、うん、走り方スタートあんまりわからないけどいいエンジン、逆にでも狙い目じゃない、はい、だって真っさらじゃないから、うん、知識が、あそっか、うん、そうもう吸収していける、がむしゃらにいけるからいいと思う、変にその何回か走って点数が取れてないとかよりは真っさらの方がいいと思うけどね、多少悪いエンジン引いても皆さんもがいてますね。なるほどなるほど。なんか急に化けることってあるんですか、それ選手の技術ですか、いやワーストキーを引いた時に、それはやっぱ大きい部品しかないしね、今ペラじゃそこまで変わらないですよ、乗りやすくなったりとか、うん、まあ、フィット周りがついていくようになったとかね、そういうまあ伸びだけでもとかはありますけど、複合総合的に出すっていうのはもう本体じゃないと無理です、うんうんうん、そうか、じゃあ運も必要ということで、運も必要ですね、それもある程度、そうそう、まだちょっと触れるぐらい、ちょうど触り出しぐらいかな、ね、これ開催されるところが ね、 あそうですね、そっか、最初はいじったらダメなんでしたっけ、うん、そうですよ、バタリをつけなくちゃいけないんで、うん、あそうかそうかそうか、女性はすごいよ、リングが流行ったらリングなくなるんちゃうか、リング買えるから、ね、そうそうそう、ブームブームありますね、みんな同じことする、そう、みんな同じ、いやクイーンズの時もそうやったもん、これリングあるんかな、クイーンズの時ももうないんじゃない、在庫ない、じゃあ整備士さんも勧めてくるんですよ、はい、相談しに行ったら、そうそうそう、リング変えてみるって、あの選手リング当てて よかったよ、そうそう、よかったよやってみるって整備士さんも勧めてくれるから、なんか素直ですね、女子の方素直なんで、ね、お願いします、はい、いやなんか私の感覚でしたら、なんかそう勧められても、いや私は言いそう、言いそう、日野ちゃん言いそうよ、真似したくないんでみたいな、男子と女子ではちょっと大幅に違うんで、この前なんか落合さんと鎌倉さんと加藤夏樹ちゃんにレクチャーした時に、はい、女子ってどんな形でいただくの乗るのって食べてもたんですよね、はい、でまあ、僕の、まあ、男子の感性見たら、うんうん、これは無理やなと思って、どういうところが、いやいや、もう根本的に受けるところ、ペラ止まってるところが違うな、う量が違うなって、これじゃ男子じゃもう走らない、で逆に僕たちの形、まあ、女子の線見せると、はい、中にはまれでこの形乗る人いますけど、ほぼほぼこれじゃ野口さん女子は走らないですって言ってましたね。それ乗りこなせないってことじゃなくて、女子に合わない、その5キロという差がそこを生むんですよ、うん、だから50キロを切る3キロと、はいはいはい、まあ、プラスの2キロ上、うん、ここの差はね全然違うんですよ。昔僕ら50キロ体重制限あった時も、はい、50キロ 49.6 と 50.4 ってはこれ違うんですよ、足が、そこ共感線があるんでね、ペラもだから大幅に変わる、ね、嫌がる方多いですね、うん、あの女子戦の後のエンジンを嫌がる男子選手すごく多いです、まあ、ペラもね叩いていくと摩耗するんで割れたりするんでね、割れたらあれ買い取り、あ、もともと最初から割れ買い取りとか割れてたら買い取りなんです、どうなのかなと、割れてたらあの、まあ、これ CB が入ってるっていうのを向こうチェックしてくれてるん でそれで、あ、うん、私のせいじゃないよっていう、前傾の日にね、返す時でも検査あるんですよ、うん、なるほどなるほど、帰る時に、まあ、あ、じゃあ何々選手日々入ってますで、まあ、次も生まれて日々入ってます、はい、見つけたら、まあ、チェック済みなんで、叩いてる口に割れたら大丈夫です、あ、じゃあ買い取りじゃないですよ、買い取りじゃないです、よかった、でもそれが何もない状態、綺麗な状態で自分でやってしまうと、はい、あの買い取りじゃないけど弁償、うん、お金払って新しいのもらうみたいな、あ、やっぱ払わないと、もちろんです、はい、厳しいですねおいくらぐらい、2万4、5千円、それは高い、はい、だって別にその壊れたやついらないですもんね、いらないですね、持って帰らないですね、はい、なんかレーススタイルが合いそうとか、はい、そういうの、あ、まあ、徳山さんである、あー、レーススタイル、まあ、レーススタイルか、なんか握って攻める選手はじゃあ向かないってことになるのかって言ったら、いや、そうでもないと思う、そうでもない、そうでもない、うんうん、だから結局出足系に背上げる人の方が活躍するレーションかなっていうイメージはありますね、うんうん、伸びに特化すればするほど、はい、なんか違うかったなっていう、そう、回らへん状なんで、はい、こうペラで多分伸びをつけようと思うと、はい、弊害しかない、もうそうじゃないですか、そっかそっか、でだから回らへんから回そう回そうってペラすると、うん、必然的にペラの回転を上げると、うん、
まあ、どっちかっていうとこう出足系統とかになっていくんで、それがまあできる人、そうね、そのそこのなんていうんですか、回ってへんのを回すこう、これ難しい、あのなんていうんですか、勇気のある人というか、こう躊躇なくそれができる人というか、そう、ザレーススター、そうなった出足系統、まあ、そうですね、回転上げるイメージの選手っていうかな、まあ当然地元の佐々木さんなんかはまあまあ片岡さんも、ね、片岡さんも佐々木さんも絶対的にそこのね、その知ってる、あ、もうこうやしこうしようっていう、まあまあ、あのシフトチェンジは早いと思います、早いと思うよね、うん、でまあ、長嶋さんも最近なんですか、全部のリズムがいいから、ね、ペラが合ってるって言ってはったんですよ、この間、好調の要因なんですかって聞かれて、ペラが最近ずっと合ってますって言ってたんで、まあ、そういう時ってなんでこれ入るよね、ゾーンに、はい、うん、ゾーンに入ってると思うから、徳山とか回る回らへんとかじゃなくて、関係ないな、うん、で思いっきりペラ叩けるミヤちゃんでしょ、小野ちゃんもペラすごい割と結構しっかり叩くタイプです、ベテランの方になるとオールマイティーですもんね、うん、まあ、そうですよ ね、臨機応変にできそうやから、うん、ね、うんうんうん、福山さん行った時に、まあ、何もないじゃないですか、目標物というかえ、あるでしょうよ、山ですか山ちゃ、ね、まあ、看板あるでしょ、旗あるでしょ、旗ちゃんとついてるもんはついてるんで、なんか周りの景色である程度見るみたいなことを聞いたことが、うん、あ、もうあったりあるね、はい、それはなんかあのね、壮大な景色でどこでそれ褒めてます、うん、褒めてます、褒めてます、あ、大丈夫、先週の方からしたらどうなんだろうと、見る側からしたら、うん、そのまあ、バックストレッチにあの、ね、モニターもないし、うん、あれはでかいですよ、そうですよね、あれは欲しい、あれは選手側からしたら結構あれ選手見るんですよ、うん、あ、僕らない時代の選手はなくてもいいんですけど、はいはいはい、あれありきの、まあ、選手はありきで、うん、そか、ありきで、さらにありきのレース場がホームやったらなおのことですよね、そういうことですよね、あ、やっぱこの場合は徳山で結構練習してる人とかは、まあ、そうですね、まあ、さっき、ね、飯田さんも言ったけど、バックストレッチがすごくこう2コーナーが内に入ってるんで、最内差してきた時に、ま、例えばいつも通りまっすぐ行ったら球が離れていくんですよ、うん、こっちが球がこう行っちゃうんですよ、どん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 、そうそう、だからその辺の走り方とかね、距離感とか、距離感とか、なるほど、ハンドル切る位置とか、うんうん、その含めてね、やっぱり回数多くてなおかつ徳山の点数乗っててとか、うん、そういうのはやっぱりエンジン出しも含めて複合的にやっぱり何かが合うかも分かんないですね、徳山、うん、そうです、なんかもうあれ今結構いろんな話をお伺いしたんですけど、うんうん、こうフレッシュな目線から、うん、なんか長嶋さんも話に圧倒されて入っていけないのかなと思って全然全然全然、いや本当にもういろんな話聞かせていただいてすごい勉強になったんですけど、はい、まあ、フレッシュなまだ始めたて の、はい、の質問も、はい、ところでちょっと、はい、調べてきたこともあるんですけど、うん、ちょっと繰り返しになるかもしれないんですけど、うん、やっぱ女子レースの特徴としてポイントがありまして、うん、レースの攻め方がはっきりしていて、うん、予想しやすいっていうのと、うん、まあ、戦法などのパターンが明確で、うん、レース展開が読みやすい、うん、あと、うん、本命筋が分かりやすいだけでなく高配当が出るパターンも推理しやすい、うんうんうん、あと急成長など選手の変化を読み取れば高配当ゲットにもつながるということで、うんうん、まあ、徳山なんで結構その女子選手って前付けする選手があまりいないっていうことで、うんうんうん、しかも徳山なんでちょっと予想しやすいんじゃないかなっていうのを勉強してきました、うんうんうん、なるほど、はい、今のはでも大方合ってました、はい、今の合ってました、ポイントの、うん、そうですね、あの今からボートレース始めるっていう方も多分見てくださると思うんで、うんうんうん、あのすごいコアな方の話を聞いて、うん、コアファンは、うん、あ、そうなんだってなって、まあ、そうですね、まあ、今から始めるよっていう方は、うん、あ、ポイントはそういうポイントなんだなって、うん、そうですね、はい、うん、あ、今教えてくれた、そう、そう教えてくれた、そう、教えてくれた、教えてくれたね、あ、これで合ってるかなっていうのパスッとまとめてくれた、はい、じゃあ終わらせてポイントを、はい、見てもらえたらなと思います、質問じゃなく、もうでも合ってるってこと、合ってます、合ってます、そういうことですよね、よかったです、だからオールレディースの配信も出演されるので、飯田さんが、はい、私、はい、はい、もうしっかり、そうですね、あと、残り3日間やったんですよ、うん、だから最初の3日間は、ね、うん、じっくり見て、うん、エンジン相場見て、はい、しっかり研究して臨みたいなと思う、そうですね、っていう自分ですごくハードルを上げてます今めっちゃハードル上げたなって思いながら喋ってたけど、飯田さん、まあ、こればっかりはね、はい、あのいくら私が予想しても頑張ってくれるのは選手です、まあ、そうです、そうですね、そうです、そうです、はい、だいぶね、本当に聞きたいこと全部聞けました、聞けた、はい、今のところもとりあえず
ちょっと何言ってるかわからないですけど、まあね、後から動画見返して、まあまあね、はい、勉強させてもらいたいと思います。はい、はいはい、ではオールレディス5月17日から22日までボートレース徳山で開催されるので、はい、ぜひぜひ皆さん応援と、ね、はい、ご視聴、はい、そして船券のね、うん、投票もぜひぜひよろしくお願いします。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。レッツボートレース We are スナッチ。さあ1号艇しっかり者カリンタンと高尾明子です。いよいよ6月からチーム戦が始まるということでね、本当にもう若さも華やかさもきらびやかさもありませんが、ボートレースを愛する気持ちは誰にも負けません。ぜひですね、スナッチーズならぬ高尾チーズにお入りいただいて、チーム全員でポイントゲット目指しましょう。ナルシストナルル担当マッスンこと増田愛美です。私はこれまでここぞという船券対決の時にはしっかりと的中をさせて勝利をつかんできました。なので不思議とですね、今回も自信があります。ぜひナルシストマッスンチームに入って、あなたもナルシストになれませんか。一緒に楽しんでですね、最後に勝利をつかみに行きましょう。よろしくお願いします。視聴者の皆さんこんにちは、スナッチチームのリーダー日野ひなみです。私は初回配信から3日間 MC を担当させていただきまして、もうかなりすごいスタートダッシュが切れたと思います。ボレトモさんにも恵まれましたので、今後 もうポイントの上積みは間違いないかなと思います。スナッチチームに入るとなんかすごい肌ツヤが良くなったりとか、なんか喧嘩しちゃったあの子から LINE が来たりとか、なんかすごいいいことがあるっていう風にも、まあ、聞いてます。なのでぜひぜひ皆さんスナッチチームに入ってください。日野ひなみでした。ありがとうございました。スナッチーズ青色ツンツン担当の木崎優です。ツンツンチームは麻雀スロットポーカー好きな勝負師が集まるチームになっております。本気で優勝を目指してポイント稼ぐチームとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんツンツンチームに入ってください。そして優勝した際にはポイント上位の方にはプレゼントはもちろん、ご希望があれば普段公開しないような私の水着写真も公開いたしますので、ぜひツンツンチームで一緒に優勝を目指しましょう。頑張りましょう。天真爛漫天馬担当の飯田芳恵です。元ボートレーサーとしての知識を生かしながら、しっかりとポイントを貯めていきたいと思います。一緒に楽しみながら仲間になってくれる方を大募集しています。ぜひ1年後天馬チームの優勝を目指して一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。全国のボートレースファンの皆様こんにちは、落語家の三遊亭楽光でございます。かつての長州の藩士吉田松陰は市政を貫き通し、松下村塾で多くの獅子を育てました。その吉田松陰のごとく、この徳山の三遊亭楽光が市政を尽くし、皆さんと一緒に戦い、この混迷を極めるレッツボートレース We are スナッチーズの戦乱を共に駆け抜けましょう。あなたのチーム参加が私の勝因となります。山口県の徳山だけに急いでフグ登録をよろしくお願いいたします。